いやー、やってしまいました。うん、てかね、まあ、いつもやってしまってるんですけど、今ご覧いただいているのは、カブトムシの幼虫です。もう、さなぎになる直前の幼虫たちですね。一体ね、まあ、何をやってしまったかっていうと、まあ、今ご覧いただいている通り、幼虫たちがむき出しになっております。そして、土に白い雪のようなものが降り積もっているのがご覧いただけるんではないでしょうか。この雪のようなものの正体はこちらです。こちら、今までね、カブトムシの幼虫を飼育していた発泡スチロールの入れ物、穴がいっぱい開いてるのが分かりますかね。分かりますね、これは明らかに。そう、冬を越す間、まあ、幼虫たちがね、あまりこう寒かっちゃいけないかなと思って、まあ、よかれと思ってね、発泡スチロールの入れ物に幼虫たちを入れていたんですけど、どうもね、あの幼室を作る段階に入った際に発泡スチロールを食い破ってたみたいです。そして最終的にはその中が居心地悪くなったのか、表面の方にね、何匹か出てきておりました。まさか、まさかこんなことになるなんて、ダンゴムお父さんです。はい、まあそういうわけでね、こんな風に今幼虫たちちょっと取り出して土に穴掘ってね、入れてたわけでありますけれども、まあこのままだとね、さなぎになってあの孵化するときにちょっとうまくいかないんじゃないかなという風に考えたわけであります。孵化じゃねえな、羽化だな。で、じゃあね、どうするかということで、まあ、インターネットでね、調べてみたところ、人工幼室っていうね、人間の手でさなぎになる部屋を作ってあげるってことがどうも簡単にできるみたいなので、それを今回は試してみたいと思います。用意したのはこちらの厚紙と、よいしょ、セロハンテープ、こちらで人工幼室を作っていきます。こう丸めて、あの不器用ですからね、まあ、あの完成度は求められない。はい、こんな感じで完成いたしました。こんな感じ、ただこれだけです。これをね、人工幼室としてこの中にこう幼虫をバッと入れて、この中でさなぎになってもらおうというわけですね。いやー、自らのミスでね、こんなことになってしまって、ちょっと幼虫たちには非常に申し訳ないんですけど、まあ、ここからね、無事に羽化できるようにね、人工幼室の方セッティングしていきたいと思います。まずは今のね、今ここ入っているやつを出していく。よいしょ、あんまり本当は触るのはあんまり絶対良くない。こんな感じでね、黄色くなってシワが深くなってる、これがどうもさなぎになる直前の幼虫の様子らしい。知らんけど、この子なんてね、もうなんか腐ってるんじゃないかっていうぐらい真っ黒なんですけど、動いてますね。まだなんか生きてる様子。こっからね、この幼虫の時の皮を剥いでさなぎになった中身が出てくるとのこと、楽しみですね。こう大丈夫かな、本当になんか黒い点とかあるけど、やばそう。適当に掘って先ほど作った人工幼室をセットしていきます。こうね、こう置くだけ、簡単なお仕事。こう、せっかくね、建てた人工幼室が倒れては意味がないので、周りに土を入れて埋めていく。はい、こんな感じに人工幼室のセッティングが完了いたしました。じゃあね、この中に今から幼虫を投入していきたいと思います。よいしょ、頭をね、上に、ここでいいかな、こう、はい、なんか蜂の巣みたいだね、うん、はい、こんな感じで本当にまるで蜂の子のように入れ終わりました。この中で無事にね、成虫になってくれることを祈るばかりです。でもやっぱ一番ね、懸念されるのはこの発泡スチロールを食べてないかどうか。もし本当にこれだけの発泡スチロールをね、食べてたら多分ちゃんとね、成虫になれずに死んでしまうような気がしますね。発泡スチロールですからね。というわけでね、
今回のこのカブトムシの飼育で分かったこと、絶対やってはいけないことはね、幼虫を発泡スチロールの入れ物で飼わないこと。これは絶対ダメですね。もうむちゃくちゃです。本当にこの子たちが無事に大きくなれるかどうかも分からない。今回の動画は発泡スチロールの入れ物で幼虫を飼っちゃいけないっていうことと、人工養殖を作るという動画でした。ご視聴ありがとうございました。こいつはもう幼虫の皮を剥ぎ始めてる。頭が割れてますね。頭が割れてるって言うとなんかグロいけど、わかりますか？頭の皮の部分が割れてる。ダメだ、語彙力がない。しきりに動いてますね。あまりエネルギーを使ってほしくはない。いや本当にね、この土のこれですよ、発泡スチロールを破りまくったやつ。発泡スチロールは雪のようにですね、かましょう。そうそう、最後にね、この上にはあのサランラップで蓋をしておきます。少しだけ隙間を空けて蓋をしておきます。以上。